2023年6月初旬に開始されたウクライナ軍の反転攻勢作戦は、昨年夏から激戦が続いている東部ドンバス地方ドネツク州のバフムートでも展開されているね。ウクライナ軍はバフムートを徐々に包囲しているようだし、戦況はウクライナに有利になりつつあるみたいだな。そうだね。さて今回はそんなバフムートでの補給路遮断の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このドネツク州内の交通の要衝である都市には昨年から、ロシア正規軍ではなくロシアの民間軍事会社、ワグネルの戦闘部隊が中心となって攻め寄せており、守備していたウクライナ軍は粘り強く守っていたものの、ワグネルがロシア国内の刑務所で募集して編成した囚人部隊を肉の盾とする、犠牲を厭わずなりふり構わない猛攻によって、次第に市街地から西方に後退させられていたのであるが、その後ワグネル戦闘部隊が撤退してロシア正規軍に入れ替わるも、正規軍はここまでにベテランの士官や兵士を多数失い、予備役動員兵などが中心の部隊が中心であったとみられ、ウクライナ軍が次第に盛り返しつつあったんだ。そこへ南部ザポリージャ州方面を中心とした反転攻勢作戦が始まったため、それに呼応する形で、バフムートでもウクライナ軍が市街地近郊の南部と北部でじりじりと攻勢に出ていて、特に南部ではクリシェイフカ方面にて、ウクライナ軍の攻勢が強くかなり優勢となっており、クリシェイフカの南にあるアンドリーフカやクルジュミフカなどにも、ウクライナ軍部隊が進撃していて、クリシェイフカの集落にウクライナ軍が到達したことが伝えられて、すぐさま占領したとの情報があり、バフムートの南部近郊地域では、ウクライナ軍が戦線のイニシアティブを握っていると見られていたってわけ。ここまでのバフムートをめぐる戦闘の中で、ウクライナ軍にも相当の損害が生じていたのであるが、攻撃側のロシア軍の損害はその比ではないとされ、何千、何万ものワグネル戦闘員や正規のロシア軍兵士、新ロシア派武装勢力のメンバーがこの廃墟と化した町で命を落としたとされているが、それはバフムートに展開していたウクライナ軍の防衛部隊は戦いながらゆっくりと後退することで、バフムート攻略にこだわるロシア軍をこの地に引きつけて可能な限りの損害を与えて、損耗させていたためであったぜ。バフムートはドネツク州内で実際に周辺各都市につながる幹線道路が交差し、鉄道路線においても要衝であったことに間違いはないのであるが、長期間にわたるロシア軍の攻撃によって、市街地はほぼ廃墟と化し、たとえロシア軍が占領したとしても軍事拠点としての価値をほとんど失っていたことから、町を死守しようとするウクライナ軍に対して西側諸国の軍事筋も、損害を抑えるために撤退して放棄すべしとの見方が主体となっていたな。しかしウクライナ側は、バフムートを死守することが国民に対してロシア軍への抵抗を示す象徴となっている現状を、見過ごすことはできず、また、この地に執着するロシア軍を廃墟となった町に引き入れて殲滅するように攻撃を加えて、ロシア軍をすり減らすことを重視したため、西側諸国からの提言を聞き入れず、市街地からは撤退したものの、その近郊に踏みとどまって戦闘を続けていたってわけだ。そして、ドネツク州南部とザポリージャ州で反転攻勢が開始された6月初旬、それに呼応するようにして、ウクライナ陸軍の第3及び第5強襲旅団と第22及び第28機械化旅団などバフムート近郊に配備されていた部隊は、バフムート市街地のすぐ南にあるノハラとジュリン帯を越えて攻勢をかけたんだ。そのうち第3強襲旅団は6月下旬に、ロシア軍正規軍の第57自動車化狙撃旅団に対して攻撃を仕掛け、ロシア軍にとって重要な防御陣地の一つであるドネツドンバス運河を越えてさらに東に後退させたみたい。そして、第5強襲旅団と第22機械化旅団はクリシェイフカ攻略に重要な地点である西側の高地へと進軍したが、この動きについてロシア軍に従軍していたとみられるロシア人ブロガーが、ウクライナ軍はクリシェイフカに隣接する高台を占拠して、歩兵携帯式対戦車ミサイルシステムや、狙撃兵グループなどを組織して周辺に配備しその地点からさらにバフムート市街地に向けて前進する歩兵らを支援していた、と戦況を自身のブログに報告し、さらに、
激しい戦闘が数日続いており、ウクライナ軍の偵察ドローンと自爆攻撃型ドローンがこの局面に重要な影響を及ぼしている。とも書き込み、航空優勢を得られていないウクライナ軍が近接戦闘においてはドローンを多用してそれを補おうとしていることを明らかにしたよ。しかし、ウクライナ軍のドローンによる偵察や攻撃はこの反転攻勢では正直なところあまり機能しているとは言えず、その理由としてウクライナ軍のドローンを操縦する電波を撹乱させることが可能なロシア軍の電子戦能力が一因であるとの見方をウクライナ軍当局者が示しているぜ。このことについてはウクライナ空軍のイフナと報道担当者がその理由について述べていて、ロシア軍においては電子戦の研究がより進んでおり、ウクライナ軍に対して優勢であることを認めていて、残念なことだが、この分野において占領者であるロシア軍は我々よりもかなり進んでいると指摘しているな。これはウクライナのテレビ番組における発言で、ドローンについては飛翔してくるそれをいちいち対空ミサイルや対空砲で撃墜する必要はなく、電子戦によって妨害電波を発信して墜落させたりするほか、欺瞞電波によって西洋を乗っ取って目標に突撃させずに楽々と着陸させて奪い取ることが可能だと述べたぜ。そしてさらに、ロシア軍では現在、ウクライナ軍部隊のドローンを用いた作戦を阻害する強力な電子戦システムを、十分なほど保有していて、ウクライナも電子戦では進歩している方であるものの、取り組み始めるのが遅く、もっとより早く開発に着手すべきだったと反省の弁を語ったんだ。この侵略戦争が始まって以来、トルコ製ドローンのバイラクタル TB2 などで大きな戦果を上げているウクライナ軍であるが、その対策としての電子戦においてはロシア軍に一歩遅れを取っていることは明らかで、そのことへの対応が必要となったことが、反転攻勢作戦の進捗を遅らせている理由の一つであると見られているね。その一方で、第3強襲旅団と第28機械化旅団は、さらに数キロメートル南のアンドリーウカに向かって進軍していて、ウクライナ軍参謀本部のアンドリー・コバロフ報道官は7月25日に、アンドリーウカにいたロシア軍が撤退していると主張したぜ。そしてその間、第57自動車化旅団はバフムート市街地の北側からバフムート市内に入る幹線道路の確保を目指して前進していたな。この結果としてウクライナ軍は未だバフムート市街地を占拠しているロシア軍に対する包囲網を少しずつ狭めており、その南側においては同市につながる幹線道路の一本を寸断しており、さらに数キロメートル東にもう一本の大きな道路を目指しているというぜ。バフムートでは南戦線とは違いこれまでのところ、西側諸国からの新型の戦車や装甲戦闘車両によって、新たに編成された機械化旅団は投入されていない様子で、守備に当たっていた部隊が増援を受けて、攻勢に出ていると見られているんだけど、強力だったワグネルの戦闘部隊が、ロシア正規軍と交代してからはこれまでの姿勢から攻勢に転じているね。その状況から考えれば、バフムートにおける反転攻勢は、ここから大きく西に進軍することよりもこの周辺のロシア軍部隊を、南部戦線に行かせないように釘付けにするだけでなく、さらに攻勢に出ることで予備兵力をも呼び寄せて、それらを南部戦線に移動させることなく消耗させることがその使命ではないかと見られているってわけ。つまりはこのバフムートの戦線においては、急いでバフムートを奪還することよりも、緩やかに包囲しながら、ロシア軍を引きつけておき、南部戦線の作戦進捗を助ける助攻的な意味合いを持つとの見方が広がりつつあるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。